海外射程ミサイルとは20ミリ、またはそれ以上の有効射程距離を持つ、空対空ミサイルである。この射程距離は二段式、ロケットモーター、または、ブースターロケットとラムジェットエンジンの使用によって、到達しうる。さらに、射程能力でミサイルは、同様にこの射程距離で目標を追尾するか飛行中に、目標を補足する能力を備える必要がある。 システムはミサイルが使用する情報を飛行中に送信する。初期の空対空ミサイルではミサイルを目標まで誘導するために発射した機体から照射するセミアクティブレーダー誘導が使用されていた。最新の世代の BVR ミサイルではセミアクティブとアクティブレーダーを併用する。X i 3D に装着された。 スパロー1このようなミサイルは当初は単純なビームライディング設計だった。1954年にアメリカ海軍のスカイナイトに装備されたスパロー1は最初に運用された BVR ミサイルだった。これらの原始的な BVR ミサイルは間もなくセミアクティブレーダーホーミングを使用したミサイルに置き換えられた。これは発射する航空機のレーダーで目標を直接照射して、 ミサイルの追尾装置は、目標からの反射を見ることにより、単一目標追尾モードで、補足する。レーダーアンテナは目標に当たるまで、照射しなければならない。レーセオン AIM-7 スパローや R-27 のようなミサイルは、レーザー誘導弾が反射したレーザー波を追尾するのと、同じように、反射波を追尾する。いくつかの長射程ミサイルは現在でもこの技術を、使用する。 最初にアクティブレーダー追尾装置を導入したソラ対空ミサイルは1972年に運用開始の F-14 トムキャットによって運搬される AIM-54 フェニックスである。これにより危険の伴う発射装置から命中するまでのレーダーの照射が不要になった。フェニックスとトムキャットの案、アメリカンワイヤーゲージ -9 レーダーは 複数の目標を個別に追尾して発射可能でトムキャット、フェニックスは1991年にアンロムが導入されるまで唯一のものだった。AIM-120 アンロム冷静音の AIM-120 アンロムやビーンペルの生産する R-77 のような新型の打ちっぱなし、式ミサイルでは完成誘導システムと組み合わせて発射した。 航空機からの目標情報と視界外射程射撃のための片方、または双方向データリンクによる更新と典型的なアクティブレーダーホーミングによる最終誘導への切り替えを併用する。この種のミサイルはミサイルを発射した後は目標を発射した航空機から照射する必要がないだけでなく発射するためのレーダーでの補足は全て不要で目標追尾情報のみで良いという利点を備える。 これによりミサイル発射後に目標を見失う危険性や、同様に発射後、航空機が旋回してもミサイルは、最終追尾段階に入ったり、他の航空機の撃墜に向こう。ヒューズエアークラフトの AIM-54、フェニックスミサイルとビーンペルの製造する、R-37 のような超長射程ミサイルも、同様にこの技術を使用する。 R-27 を発射する MIG-29、R-27 のいくつかの派生型は、セミアクティブレーダーホーミングを初期誘導で使用し、最終段階で赤外線誘導を使用する。この種のミサイルは撃ちっぱなし、式よりも飛行の多くの部分でアクティブ誘導を必要とするが、たとえ最終的な数秒間で補足が外れてもに、 方式の誘導を併用するのでチャフを散布しても逃げ切ることは困難である。有志海外ミサイルの効果には批判が伴う。大きな戦果を上げたとされる砂漠の嵐作戦時でさえ早期警戒感正規、回 -15C の NCTR と同様に敵の問題等の要素が大きく影響したとされる。また、PVR を主要な手段とするには、 イフ技術の信頼性がまだ不十分である。ミーティアは通常のロケットモーターと比較して燃料効率が高いラムジェットを採用しており、週末誘導段階でのノーエスケープゾーンがアンロムの3倍とされる。ありがとうございます。